明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 新年一発目の撮影です。今、1日のね、午前中に撮っていて、どうしても今日あげたいので、編集なしでこのまま勢いであげてると思うんですが、編集なしですいません。よかったら最後までお付き合いください。で、何を喋っていくかっていうと、まあ、今月ですね、えっと、入試本番を迎える方が多くなると思います。例えば共通テストだったりとか、高校受験の私立をね、控えている方も今月が多いかと思うんです。で、年末年始にかけて多くの受験生から悩み相談、まあ、多くは不安が、不安で仕方ないっていう相談がほとんどでしたけども、 そういったものをいただいてたので、不安をなくすことはできないです。私、ごめんなさい、できないです。できないですけど、自分がよく言う、不安とこう肩を組んでいこうぜって、不安、不安いなくなるやめてくれじゃなくて、ああ、いいよ、つって、お不安と一緒に行くぜ、俺は、みたいな。不安と私は肩組んで行ったるよ、みたいなね。そう思える、そのきっかけというか、ちょっと とでも背中を押せたらなと思ってね、あの、勢いで喋っていきます。で、まあ何を伝えたいかなっていろいろわーって考えたんですけどで、考えすぎてですね、あっち行ったりこっち行ったり話がしそうで怖いんですが、でも一番伝えたいことはですね、あの、まあ伝えたいことというか皆さんに思い出してほしいことがあって、それは何かっていうと、皆さん今日まで受験勉強たくさんやってきたじゃないですか。その自分のね、ここまで振り返ってほしいんです。今までの受験勉強してきた自分を。どんな自分を思い出します振り返った時に。 でもちろんすげえ頑張ってきたともう頑張った自分しか思い出せないっていうぐらいな方もいらっしゃると思うんですよでも多分今まで10講師をねしてきた時も生徒もそうでしたけど思い出すのって結構うまくいかなかった自分ダメだった自分とか例えばもう辛くて涙を流してる自分だったり頑張んなきゃいけないって分かってるのになかなか頑張れなくってじゃ例えばねすごいスマホを触っちゃって勉強できなかった日の自分とか。 どちらかというと、ネガティブな方の自分を思い出しちゃう方が多いんじゃないかなと思うんですね。それは受験が近づいてきてプレッシャーが大きくなると、人ってそういう傾向が出てくるんじゃないかなと思って生徒とか見てるとね。余計にこの時期だとそういった方もいるんじゃないかなと思うんです。で、実際人間って生きてて、毎日100点満点って難しいと思うんですよ。毎日100点、100点、100点みたいなね。なかなかそうはいかない。 40点の日もあれば50点、60点、70点の日もあるでしょう。もしかしたら0点と思っちゃう日もあるかもしれない。自分の中でね、自己採点した時に。でも、そんな40点、50点、60点、つまりいろんな思いを抱えてうまくいかないっていう葛藤をしながらでも、でもみんな毎日毎日前に進んできたんですよ。で進んできて、そこから逃げ出さずに向き合ってきたから、だからこの動画もクリックしたはずなんです。受験なんてもうどうでもいいやなんて思ってないから。 それは立ち向かってきた証拠なの。それはめちゃめちゃ頑張って戦ってきたもう姿そのものなのよ、皆さんの。だからそれを思い出してほしい。だから今みんなが過去を思い出した時にいろんなダメだった自分を思い出しちゃったかもしれない。でもそれを思い出してもいい。それも事実だから。でもそれだけじゃないよ。いっぱい模試でね、辛くてもう無理だって、投げ出そうって、もう判定これしか取れねえじゃん。それでも、それでもそれでも,れでも勉強頑張ってきて今日を迎えた方もいるはずなのよ。 でしょだからその思い出す時に頑張ってきた踏ん張ってきたここまでよくやってきたなって自分にポジティブな言葉もかけてあげてください共通なんてあともう2週間ないです本番までねそこまでその2週間ねどんどん辛くなってあもう自分なんてダメだもうクソだダメだダメだって言い続けて本番なんて迎えてほしくないもったいないもんここまで頑張ってきたことが。 だから、ぜひ、自分の振り返って、そして、今日からね、あと残り2週間もそうよ。2週間の過ごし方も含めてにはなるんだけども、みんななら大丈夫だから。ここまで頑張って立ち向かってきたみんななんだから。だから、しっかり自信っていうね、確固たる自信まで持てなくてもいいです。持てなくてもいいけど、でも、ここにいる不安とか、不安でそうだよねって。だって真剣に向き合ってきたんだもんな、俺らって。 そうやって思って不安と一緒に不安を抱えながら残りの2週間、まあ私立入試の方だったら残り3、4、3週間がなるのかなを、こう自分ができることをしっかりやっていく。1レベルでもいい。1つの問題でもいいから解ける問題を増やしていく。レベルを上げて、当日、ここまで頑張ってきたよな。よし行くか試験会場って。その気持ちで、ぜひ試験会場に行けるように、ここから残りのね、えっと、日時を、日時 <laughs> 期間を。 過ごしてもららえたらと思います今回伝えたかったのはみんなは必死にやってきたんだよって頑張ってきたんだよってその頑張ってきた自分を見失っちゃダメだぞってそれだけが伝わっていれば嬉しいです。はいということでここまでねご視聴いただきありがとうございました。あのいっぱいね頑張っていこうぜみたいな話をしたんですけどもいつも言うように体調管理が一番です私はね大学受験の時に前期で体調不良でやらかしているのでもう本当にあんなことになっちゃダメですよみんな。本当にもう 言葉にならないぐらいの悔しさとも違うものから変な感情になってしまうので、ぜひ体調管理をして、ちゃんと食べて、ちゃんと寝て、い睡眠と食事しっかりとった上で、で、できることをしっかりやって、で、寝る前には今日一日頑張れたことを自分を褒めて、い褒めて、それを残りの日,日時じゃないもう期間、ね。 過ごしてもらえたらと思いますはいということでここまでご視聴いただきありがとうございました改めてになりますが今年もどうぞよろしくお願いしますそれでは今週週間でまずお互い頑張っていきましょうそれじゃあまたねバイバイ